こんにちはごまのです本日はでですす本日ね楽天ふるさと納税良かったもの参戦というタイトルでお話ししたいと思います。このね楽天ふるさと納税もう使わなきゃ損なんです。楽天経済圏最終奥義というぐらいね、えー、楽天を極めたものだけがねめちゃくちゃ得できるシステムなのでこれを使ってぜひ、ねえー、買ってほしいものまあ3つ、ごまが実際買ったものからね選んでみましたのでご紹介したいと思います。 この動画のコンセプトはですね、あなたのお金に関する不安を消したいということですね。お金の知識、生き方、働き方をごまおなりに伝えていければいいかなというふうに思っております。楽天経済研4年、年間59万楽天ポイント獲得のごまおがお送りいたします。この動画を見るべき方はね、楽天経済研の初心者なんだけど、この楽天スーパーセールとかでね、ポイントを効率よく得たいと考えてて、さらにね、ふるさと納税、これを絡めていって、 でえー、行きたいんだけど具体的に何を買えばいいかなって迷っている方にね参考になると思います、えー、現在ね楽天スーパーセール開催中ですのでぜひ、ね、これに便乗してね、えー、お得に、えー、オフリッーズで使ってみてはいかがでしょうか ででは本日のメニューです。おすすめ返礼品3選を紹介した後に、えー、ふるさと納税の、ね、仕組みをさらっと、ね、あ復習いたしましてで楽天ふるさと納税の攻略法をちょっとまとめてみましたのでその話をしたいと思いますそれではまずおすすめ3品からいきましょうまずおすすめ1トイレットペーパーですねこれね、えー、いいです、あのー、やっぱりね、えー、ふるさと納税消耗品もう絶対使うものを、あのーね、お得にゲットするっていう意味ではこれはまあいいかなというふうに思っています これね、えー、静岡県富士宮市のふるさと納税の品ですね、1万5千円、えー、の寄付金を払うと、4077円分くらい、まあ、普通に買うときの、まあ、最安値の別のやつをね、えー、持ってきたんですけど、まあ、爽快ドラッグさんというところで買うと、えー、同じものですね、このエリエル消臭プラス、えー、8パックセットというね、8ロールのやつがあの8個、だからまあ64ロールですね。 えー、もらえるっていうタイプのが普通に買えば4,077円のやつが、まあ、1万5,000円分の寄付金を払うと、まあ、もらえるわけですね。1万5,000円の寄付金に対して4,077円相当の返礼品なんで、この返礼品還元率ってまあまあ表現してますけども、それは27%になりますねっていうことですね。で、えー、とこれを1万5,000円をね、えー、楽天市場で買うということになるんですよ。だからこの1万5,000円に対してポイントバックがつきまして、 普通に、まあ、SPU とかがっつり上げて、スーパーセールとかでプラスキューバプレイとかね、えー、あと、まあ、5と0のつくフィーとかいろいろね、えー、組み合わせると、まあ、還元率20%以上っていうのは狙えると思うんですよ。まあ、5万は実際もっと25%から30%ぐらいつくんですけど、まあ、仮に20%とね、えー、ポイント還元率20%するなら、えー、楽天ポイントがまあ3000ポイントぐらいつくりますよということですね。こののこですね これに対して1万5000円払うんだから。こ,この1万円、寄付金なんですけどね。だから、まあ、寄付金、あ、控除されるんですけど、これをお金払ったことになるんで、3000ポイントつきます、ちゃんと。で、えっ、ー、と、自己負担額があの、ふるさと納税って自己負担額があって、それが2000円なんですね。はい。だから、まあ、相当さっき引くと、まあ、この4077円相当と3000ポイント、まあ、合計7077円なんだけど、まあ、2000円引くと、5077円分のお得が得られますよってことですね。 これめちゃくちゃいいですよね。はい。えー、返礼品の管理率27%で、ポイント管理率が20%ぐらいも,もらえる。で、さらにポイント管理率は人によってもうちょっと上がりますので、えー、ね、このトイレットペーパー普段使うものが、あのー、もらえた上にポイントもゲットできて、えー、で、1万5千円のうち1万3千円はね、控、あ、除、のー、になりますので、自分のね、払うべき所得税とか住民税から引かれるということなんで、あのー、一切、あのー、負担がね、負担が、まあ、この2千円だけあるけど、 まあこの負担もね、だからポイントとかで相殺できるので、実質ね。だって4000円分のトレットペーパーもらえて3000ポイントもらえてるのに、えー、実質負担分は2000円なんでね。もうお得しかないですよね。はい、これね。まあ、お金でもらえるわけじゃないけど、5000円もね。えー、でもお得ですよね。これはどう考えてもね。で、えー、とまあ注意点としてはちょっとこれこね、8セット来るので、家が狭い方はちょっと置き場所に配慮しないといけないかなっていう感じですね。 あとは、独身の方とかだと、もう1年じゃしむしろ消費しきれないんじゃないかってぐらい来ますので,で、そこら辺ちょっと注意っちゃあ注意ですね。えー、あとはまあ別に家族とかで分けてもいいと思いますよ、独身の方はね。友達とかにあげても全然いいかなというふうに思います。まあ、それぐらいお得ってことですよね。で、えーと、このトイレットペーパーなんでいいかっていうのは、まあ、この商品自体はごまんもおすすめしてて、これ、このトイレットペーパー自体に香りがついてるんですね。 だから、方向剤がいらないんですよ。これをトイレに置いとくだけでね。うん、で、まあ、普通の方向剤がね、えー、普段使ってるって方は、バッティングしちゃうんで、まあ、普通のトイレットペーパーでいいと思いますけど、まあ、ごまんは <laughs>、まあ、トイレの中にすっきりさせたいんで。 <laughs> まあ、すっきりさせる意味でもね、えー、このトイレットペーパーで、えーまあ、方向剤代わりにしてるとで匂い自体もごまの好みではあるのでまあいいかなっていう感じですまあちょっとこの匂いが強すぎるとかねそれはもう好みあると思いますからまあ一回ね、えー、実物一個だけ買ってみてね試してみるっていうのもいいかなというふうに思いますねあのに、ー、いに合わないのにねこれ8袋もね買っちゃってもちょっとあれだと思うのでまあ一回お,お,お試しするっていうのはねいいと思います で、この自治体ですね、静岡県富士宮市っていうのは結構ね、こういう紙物、他にもトイレットペーパーとかね、えー、結構まあ日常的に使いやすいものを返礼品としている自治体なので、結構ごまんは使いますね、という感じです。これがまず1つ目。で、続いて、まあちょっと今言っちゃいましたけど、ティッシュ2つ目ですね。これもね、静岡県富士宮市なわけですよ。はい。このね、ティッシュ、まあ皆さん知って ますよねこれねエリエールのあの贅沢保湿ローションティッシュねこれやっぱねあのーまあ、ちょっと鼻水止まんないなって時にねめっちゃ鼻かむとまあ普通のねティッシュで鼻かむともう鼻の周り痛くなっちゃうじゃないですかだからそれがねこのローションティッシュなんであのー、ねは肌に優しいんですよねこれがいいんですよこれをねまあ3箱1セットでこれ10セットで30箱ですね 30%箱買うと、これ7398円で普通だったら買うやつなんですけど、まあちょっとね、いいティッシュなんでお高いんですけど、これを2万円の寄付をするともらえますということですね。そうすると、返礼品の還元率は37%ってね、これね、結構でかいですよね。さっきのより全然ね、もうさらにいいですよね。で、ポイント還元率が20%と仮定すると、4000ポイントももらえるわけですよね。楽天市場で買うとね。うん、SPA 上げてスーパーセール使うとね。 で自己負担が2000円なら、トータル9398円のお得なんですよね、うんえー。すげえって感じですね。2万円の寄付でもうね、1万円近くね、えー、お得できるんだ。しかもこれ別に2万円はね、のうち1万8000円は控除になりますから。 でトイレットペーパーの時と同じ家が狭い方は置き場所に配慮してください、はいえー、ほ本当ね慢性鼻炎の方にはもう神がかってるぐらいのねアイテムなんで、えー、これをねあのほぼタダで手に入れられるっていうのはめちゃくちゃいいですね、はい。普段の出費が大幅に軽減されるはずですので、えーまあ、ごまの家にはねこのティッシュとねトイレットペーパーが大量にストックしてあるっていう感じですねはい いですすねねこういうい紙物、ねえー、買わなくて済んでます、はい、で続きましておすすめ3番目、えー、玄米ですね。はい まあ普通の白米とかでもいいんですけど、ごまはあ、玄米食べてるので、玄米を頼むようにしています。あのー、これね、やっぱお米いいところはあのー、やっぱり重いものなので、普通に自分で買うってなると、持ち運び大変じゃないですか。ねえーまあ、車持ってる人はま多少楽かもしれないけど、まあ、それでもね、あのー、車降りてから家に運ぶまで。 ね、えー、まあ、やっぱ持たなきゃいけないですし、まあ男性ならいいけどね、女性の方とか大変ですし、えー、それを考えると、やっぱ家のね、玄関まで運んでくれるネットショップっていうのは非常にありがたいということで、えー、基本的にはまあ米とか玄米とかね、ネットショップで買って配送してもらうっていうのがまあいいとは思うんですけども、さらにまあこれをね、えー、ふるさと納税で手に入れちゃえば、まあほぼ、ほぼただっていうかね、 えーな感じで米ゲットできるんだった方がいいんじゃないかっていうことでちょっと紹介しています。ご覧は山形県酒田,、ね、田,田市の玄米を灰、ね、抜きと秋田小鉢5キロずつ、工芸1 0キロっていうのをね、これを買ってましたね。まあ、公約何回か買ってるんですよね。これ、なくなったらその都度買うみたいな感じですね。 はい、でこれ、まあ普通、まあ全く同じやつじゃないんですけど、普通に、まあ北小町の玄米10キロ買おうと思ったら4200円かかるので、はい、まあ大体まあ5キロで2000ちょっととか、そんぐらいですよね、相場的にはね。えー、で、これね、1万円の寄付で4200円相当の返礼品がもらえます。返礼品の還元率は驚異の42%ですね。これ、玄米いいですよね。 玄米とか米って、ね、還元率がすごくいいでポイント還元率が20%だったら2000ポイントもらえますね時間負担2000円だったら4200円のお得になりますとねえーまあ、同じく家が狭住まい方はね置き場所に配慮ですけども、まあ、米 10kg ぐらいだったらね、まあ、普通に置くかなって感じはしますよねでごまはなんで玄米食べてるかっていうと、まあ、白米と同じ量を食べてもカロリーが少ないですよねであとビタミンとか食物繊維が豊富なんですよ、はい、その肺がの部分ですね 白米にするとその研ぎ落としちゃう部分が玄米にはまあ残ってるわけですけどその部分がまあ栄養豊富なわけですよねでそこがあのー、やっぱいいメリットなんで、まあ、そこをね食べるあえてちゃんと食べるっていうのを,、ねえー、のを配慮して、まあ、健康に気遣ってるっていうことですよねまあその罪悪感もないですしね白米いっぱい食べちゃってもねほんと炭水化物ばっかり食ってるみたいな感じになっちゃうんですけどね でえっ、ー、と、やっぱ白米と玄米比べると、やっぱ玄米の方が食感があ,、ね、あって、歯応えがあると言いますかね。あのそれがまあ、ね、人それぞれ好みが分かれると思うんですけど、僕は好きなんですよね。その方がね。えー、で、まあ、玄米、えーまあ、抵抗なく食べれてるかなって、まあね。子供の時からずっと白米食べてきましたけど、まあ、健康気遣って玄米食べるようになってきたって感じですね。で、配送時期を選べるのが魅力ですね。この、えっ、ー、とねお米、お米系はね、 やっぱりお米の収穫って秋じゃないですかだからあの春夏とかにこのね注文かけてもふるさと納税で発注かけてもじゃあその秋以降にお届けしますみたいなねちょっとえじゃあ半年後じゃんみたいなことが結構あるんですねただこの酒田市のやつは結構配送時期が選べるんですよあの、まあ、すぐ欲しい1ヶ月以内に欲しいとかいうのは全然選べるので,でごまはまあ,あの結構 はい、家のね、米のトックなくなってきたなってタイミングで買ってすぐ欲しいので、だいたいこれをすぐ届く、ここを選ぶようにしてますね。配送時期が選べるっていうのはすごくいいメリットなんで、まあ、こういう、これも自治体によって全然違うんで、えー、ここはまあチェックした方がいいかなというふうに思います。はい、そんな感じですね。で、えっと、まあ、こんな感じでごまはこの3つを中心に寄付してますね。 リピートししたりも全然してますで、これね、仮にこの3つ、3種類を全部、1年間で寄付すると、まあ、寄付金額は24 5 0 0合計4万5000になります。で、えーと、その1年のうちに、何回ね、ふるさと納税寄付しても、自己負担は2000円が上限なので、これ2000円だけで済みます。 はい、で残りは控除になります。だ,だから、4万5000円寄付したんだったら、えー、自己負担2000円引いて、4万3000円が控除されますね。自分の所得税とか住民税からあ控除されます。はい、なんで、まあ、実質、自己負担は2000円のみということです。で、返礼品の相当金額は1万5675円になりますね。これ,これらね、全部、まあこれ。これは一部しか今、映ってないですけどね。ちょっと全部映りきらないんで,、はい、で。になりますと。 この時点でお得ですよね。自己負担は2000円しか払ってないのに、1万5000円分ぐらいの商品というか返礼品が、ね、もらえるということですねで。さらに楽天市場でスーパーセールの時に、加、え、減、ー、率20%で仮に、ね、買ってれば、まあ、9000ポイントつくと。はい、で手出しは2000円で2万4675円分もらえるということですね。た、はい、だ、2万2675円得したっていうね。えー これを毎年繰り返せるわけですよねこれやんない意味ないっていうかやんないとね、えー、もったいないじゃないですかやっぱりこんだけお得がね、えー、こんなの一回ね、まあ、仕組みだけ覚えちゃえばもう機械的にやるだけなんで、うん、もうだからごまはここら辺のものに対して出費がもうないわけですしさらに、えーまあ、ポイントがもらえて、まあ嬉しすぎますよね他のもの買えますよこの9,000ポイントとかでね。うん ということになってます、うん、ちょっともうチートみたいな感じですね。裏技、知る人ぞ知る裏技っていう。まあもう別に、これをだって国のね、示してくれてるシステムですから、もう知ってるか知らないか、やるかやらないかの違いだけなんで、うん、こんなにお得なことはないっていう感じですよね。はい。えー、素晴らしいですね。で えとまあ、以上がね、まあ、ごまおがおすすめする3選だったんですけど、えーまあ、ふるさと納税の仕組み自体がまだちょっとよく分かってないっていう方向けに、ちょっとこれからお話ししたいと思いますあのすごくくざっくり話します。 あのー、結構本、本域でふるさと納税の仕組みを話した動画っていうのがまた別にあるんで、あのー、ち,ょっとちゃんと、ね、しっかり見たいって方はまあそちらの別動画を参照していただければと思います、はい。今回はちょっとざっくりね、えー、時間の都合もあるので、じゃあざっくり話します、えー。ふるさと納税の仕組みっていうのは、まず、ね、どこかの自治体に寄付をするっていうことから始まります。 はいまあ、目的はその寄付ですね。えー、なんか今だとその東京都とかあ大阪府とかその一部の、ね、都市部にあのお金ってちょっと集まりすぎちゃってるところがあってそれを地方にもまあ分散しようみたいな仕組みなんですよねふるさと納税っていうのはね。でえー、だからまあふるさとって名前ついてますけど別に自分の出身地とかだけじゃなくて別に自分の縁もゆかりもない土地に寄付をするっていうことも可能です。で と寄付した分の税金が安くなるっていうこの仕組みがありますね、えー、さっき言ってた2,000円が上限自己負担の上限でそれ以外のお金っていうのは自分の所得税とか住民税から、あのー、減額される控除されるっていうことになりますので、えー、それその分、あのーまあ、自己負担はまあほとんどないって2,000円しかないっていうことですね、えー、ただこの時注意してほしいのはあのー、もともと払う税金が少ない人っていうのはあのー、その 控除できる金額が少ないので、えー、あんまりいっぱいふるさと納税しすぎちゃうと、そもそも控除できるお金がないから、あのー、得できないっていうパターンがあります。例えば専業主婦みたいな人だとあのー、全然収入がないんで、えー、払う税金もないって0円みたいな人もいるわけですよね。で払う税金0円の人がいくら控除を受けても0円なんであのー？ 控除できるものがないんですねもともと払うはずのお金が減額されるから得するのであって、えー、払わないっていう人がいや、ね、控除を受けても意味ないんですよねだから普通に注意ですねか普通の会社員の人とか自営業の人とか収入があって、えー、ある程度お税金を払う人があのこのふるさと納税を使うメリットがありますまあ基本的にはほとんどの人がメリットあるのでやった方がいいっていうことになりますね、はい、だから専業主婦とかは注意ですねはい えと返礼品がもらえるっていうのが次にね、これがまあかなりのメリットですよね。それかがまあ地方自治体によって全然違います。お米がくれたり、ティッシュもくれたりするし、なんか他にもいろいろデジタル家電とかね、送、えー、く,くれたり、いろいろあります。本当に便利グッズだったりね。本当にいろいろあるんで、いろいろ見てみたらいいと思います。あのー、普通に食べ物、お肉とかフルーツとか、まあ、結構その土地の特産品とかを送ってくれるところも結構多いですね。はい えとあと、ごまがすごい昔にもらったので、あのー、山形県天童市がその将,棋の駒とか将棋盤とか将棋の駒とか作るのが、ね、有名な土地があるんですけど、そこで将棋盤とか、ねえー、もらったりしましたよっていうのもありますね。はい、であと、寄付金の上限額はシミュレーションするということで。 えーまあ、さっきねあのその税金が安くなるの,の,のところで話したようにあのもともと自分がいくら税金払ってるかによって、えー、寄付金のの上限額というのが決ままってきます、ね、自分がその例えば10万円しか税金払ってないのにその20万円分控除するぐらいの寄付金しても、まあ、実際減るのは10万円しか減らないので、ね、その残った10万円ってねえ あの引くものがなないんんでで無駄になっちゃうんですよねだからそれだとあのそのやりすぎたふるさと納税の分損しちゃうので自分がいくらぐらい寄付金の上限なのかっていうのはシミュレーションしとくっていうのが必要ですね。でこれは楽天ふるさと納税のシミュレーションみたいな感じで検索するとあのこういうあの自,分が、ね、自分の年収がいくらで家族構成がいくらで扶養家族がいくらっていうのこれはざっくりですけど寄付金上限額っていうのが見ることができます。 えー、例えばその年収500万の独身の人で、まあ、子供いないっていう人だと大体いい1年間で6万3000円分ぐらいはあのー、ふるさと納税しても大丈夫ですよっていう感じになります。で、えー、ととのえ見るとまあ500万円年収500万円の結婚してる人で、えー、奥さんがまあ専業主婦で。 で、子供が2人いますよみたいな人は、あのー、ちょっと下がって、まあ、その控除がありますから、配偶者控除とかね、まあ、別の控除があると、あのー、税金ってまあ元からちょっとね、あのー、控除がない人に比べて少ないので、あのー、寄付金の上限っていうのが下がりますね。はい、でこの場合だと1年間で5万4千円分ぐらいが目安かなという感じですね。はい、5番はだいたいまあ5万円以内ぐらいに抑えるようにはしてますね。あんまりやりやすぎちちゃって、あのー、ちょってょと あの損しちゃうのも嫌なんで、えーまあ、年収ってね、まあ、大体この時期、12月ぐらいになってくれば、まあ、大体予想つくと思うんですけど、まあ、だからこの時期が一番いいですね、この時期にあるスーパーセール、楽天スーパーセールに絡めるっていうのがかなりいいのかなっていうふうに思います。もう年収の上限が大体分かってるんで、この寄付金の上限の目安っていうのも分かってる、この12月になる、えー、さらに楽天スーパーセールが始まるってことであのすごくいいタイミングになるのかなっていうふうに思いますね。 はい、で最後にですね楽天ふるさと納税の公約法っていうのをちょっとまとめてみましたのでこれで、えー、やってみま ちょっとと説明したいと思い思ます具体的にね楽天市場のスーパーセールを使って楽天ふるさと納税をするときのまあ注意点という感じですね。でまずは SPU を8%以上に上げておいてください。これは楽天 SPU っていうね、あの楽天の名前が付く楽天電気とか楽天モバイルっていうサービスをいろいろ使っておくと、普段の楽天市場でお買い物するときのポイント管理率がどんどん上がっていくんですね。で、これをやっときましょうっていうのがまず1つ目。で、2つ目、楽天スーパーセールに参加して、お買い物、まあ ああお買い物マラソンでもいいんですけどそれと絡めて、えーとまあ、10ショップ達成っていうのをしてくださいそうするとポイント還元率がプラス9倍になりますねで、えー、とふるさと納税、ね、このスーパーセンブの時にするんですけどこの一時自,自治体にあの寄付するとそれを1ショップとしてカウントされるんですねこれ これもなんか不思議なシステムなんですけど、あの別になんか買い物って感じじゃないんですけど、もう買い物したことになるんですよね。楽天市場でふるさとのでするとね。で、1ショップにカウントされます。だ、今回お勧めした3つの3選をね、えー、全部やるとしたら、もうそれで3ショップ稼げてしまうので、あと7ショップ別にね、自分で必要なものをなんか買っていただければ、それで、えー、お買い物マラソンスーパーセルを達成することができるということですね。はい、で、えっ、ー、と、ね、返礼品の還元率に踊らされずに必要なものを得て、 欲しいいっていうのはこれはまあごまおのお願いみたいな感じですけどね,、あのー、ねやっぱこれお得だお得だっつってねあんまり無駄なものを買ってほしくないんですよそうするとあんま節約の観点からするとあんまり意味なくなっちゃうので、えー、例えばね、あのー、これねやっちゃいがちな人多いんですけど結構、あのー、ふるさと納税だとお肉う買う人多いんですね、えー、結構美味しそうなお肉をたくさんもらえるってことで、あのー、買う方いるんですけど結構そういうのって なんだかん、ね、だこの冷凍庫のスペースをめっちゃ取るんですよね。で、あのまあ、すぐ結構大量にお肉来たりするので、あのこの年末の時期にねあの、もうすでに冷凍庫パンパンなのに、うん、来ちゃったみたいな、どうしようみたいな、じゃあもう今日中に食べなきゃって、えでも、何、牛肉の細切れ 2kg もあるのみたいな、こんな脂っこいのいっぱい食えねえよみたいなことにもなりかねないんで、そこね、結構注意なんですよね。だからまあ 保存効くものがいいんですけど、ね、長持ちするものをいずれ使うものがいいんですけど、まあ、実際にその自分の家の,その収納スペースですね、まあ、冷凍庫もそうだしあの、さっき言ったティッシュペーパーとかトイレットペーパーでも、ね、結構まあ難度が狭いとかなってくると、あんまり多すぎるのもまた考え物だなっていう話になってくるじゃないですか。だからそこら辺をちょっと気をつけていただければ、やっぱりいいかなというふうに思います。 であとはまあ返礼品の配送時期にも注意これお米の時にも話したんですけど、あのー、やっぱりそのお肉ね大量に冷凍庫パンパンの時にすぐ来ても困るみたいなものもあるしお米も、ね、切れちゃうからあ ね、明日、明後日くらいについててほしいのに、え、半年後にしか来ないのみたいな、じゃあ今買う必要なかったよみたいなこともあるじゃないですか。だからそこら辺の,あの配送時期を選べるかっていうこともすごく注意してあの見てほしいなというふうに思いますね。はい。そんな感じに、まあ、ざっくりそんな感じになりますね。で まあちょっと具体的に話しておくと、まあ、SPU を8%以上に上げておくというのはどういうことかというと、こんな感じです。これね、いつもの,あのスーパーセールのー攻略法の時にお話ししてるんで、ちょっとまた別の動画でね、それは詳しく話してるんで、じゃあ見ていってほしいと思います、えー。スーパーセールの基本っていうのは、まあ、そのデ主ショップ買い回りだよって話もしてますし、えー、ふるさと納税の威力についてもね、えーまあ、ここは、まあ、今回、えー、がっつり説明してあるので、えーまあ、ごまんまは本当にこれがね、 この魅力を本当にお伝えしたい楽天ふるさと納税×楽天スーパーセールっていうね、こんなお得なのないですから、もうこれをやるために楽天経済圏にいるみたいなところありますからね。うん、これはめちゃくちゃお得です。はい、ぜひやってみてください、えー。今回ご紹介したのはこの3つ。えー、ごまあの、まあ、楽天ルームでも紹介してますし、この動画の概要欄のリンクにも、ね、貼っときますんで、ぜひまチェックしてみてください。 えーまあ、量とか、ね、配送時期には注意していただいて、えー、ご自分に合ったものを買っていただければと思います。別にこれに、ね、限らず、ね、自分に必要なものをいろいろ探してみて、えー、買ってみてください。非常に、ね、それ探すのも楽しいですからね。こんな感じでごまはあ、お金の知識をどんどん伝えていきます。まあ、こうやって、ね、必要なものを買うときに、まあ、いかにお得かっていうのを考えることによって、まあ、日々の生活費、ね、出費を減らすことができます。そうすると、ね、お金も貯まっていくし、まあ、そういうのを投資に回していって、えーまあ、コツコツと資産に 増えていくと、まあ気が楽になるのかなと思って、うん、そんな気が楽になれば100年健康に生きるっていうねことができるとこまは信じてこういう活動をしています。もっとねお得な情報とかどんどん仕入れて皆さんにお伝え、この動画でお伝えできればと思っております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。